寒いけど太陽が出ています。これから雨降ってないのでベンチを求めてあっちの方向に行ってみようと思います。まあまあこの町でさ、ベンチいろいろあるんですけど、ほとんどどこにあるか分かってきた。いつも同じ場所じゃなくて変えて、わあ太陽出てきましたね。こっちに行ってみましょう。誰かいるかな、人いるのかな、ここ。今日は人がいるね。まあいいや、面白いからここで喋ってみよう。人がいてもいいから喋ってみようと思います。ボールが飛んでくるかもね。それはちょっと怖いけどね。できるだけ離れた場所で。ちょっと椅子を拭いた方がいいのだろうか。椅子拭くかな。汚れてれば拭いた方がいいかな。あ、雨の痕跡がある。雨の跡がある。拭いてみよう。というわけで、ここから今こうやって訳した紙があるので取り出して、昨日大変ですよね、雨の中読んでたから紙がボロボロになっちゃってさ。まあ、家でやればいいってことなんですけど、私家にいるときを今考えたら、いつもそんなこと忘れてやることがたくさんあるので、気がついたらもう夜中みたいになってるから、結構家にいるときって忙しいですね。外に出て歩いてる間とか、こういう買い物に行くちょっと前とかに読もうと思います。昨日のペニーさんの質問して、で彼女が答えていた、なんか彼女は質問しておきながら自分が喋ってるっていうのが、あのマリナさんが全然喋ってないですね、この対談では。ペニー、昨日はブリルソサイアティの、だからドイツの、有名なね、二つのトゥーレとブリルとあって、で、結構これはくっついてるんですよ。別に分離はしてないっていうか、この二つのソサイアティはくっついてて、まあ同じような人たちで構成されてるっていうか、なんかボールさ、後ろから飛んできたら怖いね。来ないで、お願い、来ないで、こっちに。ペニー、この2つのグループは同じ家族だったから夕食のテーブルを囲んでいました。全員がお金を持っているわけではありませんが、彼らは全員貴族の血統で、私が発見した一つのことは、貴族はすべてスキタイ人の子孫であるということです。あのスキタイ人ってよく歴史ので世界史で出てくるのですけど、まあそう、モンゴルとかあっちの北の方ので、結局東ヨーロッパの方にどんどん騎馬人というか民族移動していって、馬に乗って馬族っていうの、あちこちにこうね繁殖していったっていうスキタイ人ですね。マリナ、はい、そうです。ペニー、そしてスキタイ人はベースです。アイスランドから北朝鮮までの支配をしました。あ、支配をしたんじゃなくて支配階級です。だからアイスランドから北朝鮮までの支配階級の人たちです。
支配されてたんじゃなくて支配をしていた人ね。ほぼ3000年の間、どの支配階級の需要者はほぼシュメールに遡り、彼らはモンゴル人のように馬に乗り、彼らの支配階級は赤毛で超白い肌を持ち緑の目をしていました。農民階級は金髪と青い目でした。この人たちはどこに行っても結局引き継いで彼らが支配していた人々と婚婚したので、まあ、結婚していたってことですね。最終的に、彼らが支配していた人々と同じように見えるようになりましたが、まあ、混ざっちゃったってことですね。彼らの家族を通して見てみると、彼らの系図は必ずスキタイ人から始まりました。マリナ、私も同意します。ペニー、これが歴史の大きな秘密であり、誰もが別の民族として考えたがる。これらすべての部族は、もしあなたが騎馬民族であり、人口があまりに多くなったら、彼らは馬が十分な餌を得るために分割しなければならないので、分割するたびに彼らはこのグループに異なる名前をつけ、別のグループであるふりをしました。同じ基本ルールが適用されました。これが歴史の大きな秘密です。スキタイ人がいるユーラシア大陸の支配。スキタイ人がいるユーラシア大陸の支配階級、それは誰もがそれが起こらなかったふりをしたい大きな秘密です。秘密だったんだって。でもそれを深く掘り下げるほど、これらの人々はよく似てくるのです。それと血縁しているすべてのソーシャルメディアを深掘りすぎると、すべてがあなたを閉ざしてしまうので、あなたがそれをどれだけ共有するかに注意してください。私は人種差別主義者でも至上主義者でもありません。これらの人々はより優れていたと言っているわけではありません。彼らが最終的に責任を負わなかったと言っているのです。あなたはどのぐらいプログラムに使用されていましたか。マリナ、私は2000年生まれで、自分がプログラムに使われていたことを16歳の時認識しました。ペニー、2013年は私の記憶が活性化された時でした。私は NSA エージェントと時間を過ごし、彼は私の覚えているコードを何度も使い続けたので、私は意図的にアクティベートされました。次の紙を出して、あれ？紙がない。あ、踏んづけてた。敷いてた、私、この紙を。ボロボロになってる。ペニーさんの続きね、あなたはどうやりましたか。マリーナ、私はあるものを手に入れましたが、それは強烈でした。なぜなら私が覚えているとき、ダウンロードからのものを覚えていたので、 DNA アクティベーションとすべてを知っていました。私は本当にポジティブな経験をしました。そしてそれ以外のすべては、突然私は子供の頃研究所で拷問されて実験されていたのを思い出すような強烈な記憶のようなイメージを抱きました。その瞬間に見たものはあまりにもひどいもので、私は人生の5年間はPTSD に対処するのに費やしましたが、2020年、それらの記憶は悪魔の儀式の見解からのものであることが分かりました。ペニー、その一部を聴衆に、彼らがあなたに何をしたのか理解してもらうために説明しても、私のリスナーたちは平均の人たちよりも進んでいるので分かってくれますよ。マリナ、つまりその記憶は私が研究室にいた時のものであり、私を実験した人間の意思がいたということを覚えておいてください。彼らは私の性器に鋭利な器具を使って入れて恥ずかしめ、私の気分を悪くさせ、泣かせたり怒鳴らせたりしていました。私はとても高らかに叫んで拷問をやめさせました。何人かの人々が部屋に入ってきて、彼らは私に物事を心霊的に見させていました。まるで私の人生を邪魔しているようなものです。彼らは私の家族を私の頭の中に置き、私の家族が私を拷問して攻撃してくるのを見せました。まあ、これって妄想みたいのを映像で頭に脳に見せるっていう、そういう実験、それは性的拷問のようなものでした。子供だった私にとって本当に不安でした。ポジティブではないレプティリアンがいて、彼は私を棺桶の中に入れました。長い間出ることができませんでした。私が覚えている他の記憶は、私がモニターの前にいた時、具体的ではない画像を見せられ、私の性的なエネルギーは背筋を上がってきました。軍人がやってきて会話を始めました。祭壇を作るように私をプログラミングしていて、祭壇の一つは精神病室スペクトラムに含まれています。
ペニー、これらを経験した私たち全員が精神病室で、変性者です。それが意図です。私のハイアーセルフは私に警告しました。社会復帰のために地球をかぶせる祭壇が優勢でなければならないと言いました。善悪を知る唯一の祭壇です。この祭壇っていうのはね、ちょっとね、わからないのね。私まだ調べてないんですけど、調べようがないっていうか、まあオーテルっていうんだけど、フランス語で、まあ教会とか行くとありますよね、こう祭壇が、こう司祭がいたりする、あのなんかテーブルみたいので、そこにね、もしかしてこういう悪魔崇拝みたいな儀式をして、何かマジックにかけるのかなと思ったりもするし、もしくはそういう研究所で、そういうテーブルの上にその実験されるものを置いて、そしてまあ例えば脳をいじって二重人格にするとか、だから自分が自分じゃない人に、ね、なってしまうような錯覚を与えるとか、そういう実験を行うとかで、まあ例えばジャンプルームに入って他の星に行くときなどは、人格的にスーパーソルジャーの人格にこう変わってるわけで、それはいろんな自分の中の一つっていうか、多重人格の一つっていうか、例えばペニーさんなどは80人の自分がいるって言ってました。クローンもあるって言ってました。だからそうやって実験されてるものっていうのは、いろいろそうやっていじられて、多分この祭壇と呼ばれるものが記憶をそうやって作る何か装置かなんかか、もしくは儀式されてるそのレプテリアンたちが使う、そういう、なんだろう、マジックのような儀式かな。よくわからないんですけど、調べようがないんですよ。だから、祭壇で調べても出てこないし、SSP、宇宙秘密プログラムの祭壇って調べても出てくるかわかりません。あと、そうですね、SSP の、瞬間移動装置とか、あとはジャンピングルームとか、もしかしたらセルンの実験のような装置、他の次元に飛ぶような、とにかくまあそうやって調教された人たちがそういうスーパーソルジャーになっていくわけですけれども、まあ生き残ればの話ですね。大抵生き残れないと思います。これなんか逆さずりにされて、マリナさんが言うには逆さずりにされて、なんか水槽の中に沈められて、息ができなくなるぐらいまで沈められて、また引き上げられて、またそれを続けられて、どれだけ息が続くかっていう実験されたり、そういうのに勝ち残った人が選ばれてスーパーソルジャーになるんだけど、大抵は生き残れないというか生存できないと思います。で、まあそうですね、なんかマリナさんのオフィシャルサイトのそういうマリナセレンコムに絵が描いてあった、デッサンしたのを描いてたけど、もう逆さずりされてる子供の時に、8歳ぐらいの時だったと思うけど、ケニーさんもそういう実験をされていて、拉致被害者ですよね、ある意味。でもノーとは言えないっていうか、そういうのに捕まってしまったら、拉致されてアブダクションされてどっか連れて行かれてしまったら、選ぶ道は一つしかないっていうか、生き残るしかないっていうことですね。で、 DNA にも関係してくると思うし、そういう特殊な DNA を持っている人が選ばれて誘拐されていると思うんですけど、そういう子供たちがたくさんいるということです。まあいろいろこれからね、そういう話が出てくると思うので、進んでいくうちにいろいろもっともっと出てくると思うので、また訳してみたいと思います。それではこの辺で終わります。チャオ。